今泉ピープレゼンツファンキルのデスって遊ぼう文化放送超エアナジープラスにて深夜24時57分スタート。月曜日まで金曜日月曜日から金曜日まで毎日お届け。この番組はゲームプロデューサーの今泉さんがリスナーさんからの質問や提案に答えたり、ゲームもラジオも一緒に作っちゃうよというテーマでお届けします。すいません、カブトルシー。おいおい今泉です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ファントムオブキルアルマスの CV を担当してます、三友美ジェナです。そして幸せカブトムシ1号うつみんです。幸せカブトムシ2号あずきちゃんです。幸せ全開カブトムシ3号ロンちゃんです。つみ合わせて虹色カブトムシです。おい文化放送さんがやってたやつです。はい、はい、いよいよ10月23日にファントムオブキルが大事な週じゃんか大事な週の始まりやんか。5周年を迎えるので今週はファンキルフィフスアニバーサリーウィークをやっていきたいと思います。まあ全力で5周年をお祝いしていこうということで、月曜日、今日はですね、今今泉Pに聞きたいことだけでなくということだけでなく、今今泉Pに5周年前日に聞きたいことを答えていきたいと思います。今が22日ってことだね。22日の深夜1時、ね、そうです、日変わって、はい、はい、じゃあ早速読んでいきたいと思います。はい、センチュリーズさんからいただきました。5周年おめでとうございます。5周年を機に昔のコラボ復刻なんていかがでしょうかとのことです。ありがとうね誰どうなん、松野さんどんな声やったっけどんな声か忘れちゃったじゃないかありがとうございます。5周年、そうね、これね、いい質問なんですよ。コラボ復刻、そう、結局やっぱもう最近覚醒とかしてるし、クラスチェンジもしないとね、コラボ無理、コラボじゃねえや、弱い、コラボキャラ弱いから。そうなんですよね。なんとですね、なんともう発表されてるんじゃないかな、これしてるよね、きっと。なんとあの伝説のコラボが、何ですか、もうきっと言ってるから言っていいんだよね、これ今日。マドマギ、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 あ、は、本当ですか、うん、レコードの方じゃないですか全力でやらせていただきたいと思います。はい、なんで、でそれを機にちょっといろいろ今交渉中でいろいろやってきますんで、全部できたらいいね。全部？いや、徐々に。じゃあぜひ皆さん強くしていきましょう。